はい、どうも夏です。今日もお願いします。さあ本日なんですが、今年最初のですね福山駅散歩ということでですね福山駅の方にやってきております。あのですね今日休日なんでちょっとね人が多めなんですよね。であとお昼ご飯とかもですね今日は駅で食べずにちょっと帰って食べるんで、あのちょっと駅中をねぐるっと回って終わりになってしまうんですが、まあ、今年最初ということでいろいろとねまた変化があると思っているのでそちらの様子お届けできればなと思っております。はい、というわけでね2024年最初の福山駅散歩、駅の中どうなっているのか皆様にお届けしたいと思いますので最後までお楽しみに。はい、というわけでね早速回っていきたいと思います。まあ、今日ね休日というだけあってちょっとねやっぱこの辺の人は多いですね。じゃあ中の方に、はい、あ、やっぱ人多いわ。じゃあいつも通りお土産コーナーからぐるっと回っていきましょうか。はい、今が11時ちょい過ぎぐらいなんですけどどうなんだろう。あ、マックも人多いな。はい、こっち側、あ、武蔵さんやってる。なんかめちゃくちゃデコレーションされてない？え、めっちゃ光ってる。なんでだろう、クリスマスみたい。はい、武蔵さんのお弁当ね、こんな感じで。さあさあさあ、あ、ワクワク広場空いてますね。何これ、芋カステラだって。美味しそう。福袋、なんかいろいろ入ってるっぽい。さあではこちら丸々堂さんね、ここの団子ちょっと今日なんか買って帰ろうかな。1本ね162円、ちょっと後で買ってみよう。はい、こちらの、あ、待って、バラおはぎ、バラおはぎがある。すごいよなこれ、めっちゃ本物っぽい。あ、これみたらし団子でね、コーヒーわらびに紅茶わらびだって。これ初めて見た。ちょっとこの辺も後で買ってみよう。芋娘ってあるけどさ、これあの馬娘のあれじゃないよね。気にしちゃダメなやつかな、もしかして。あ、こんにゃくベーグルさん、なんかコーナーが広くなってる。なんだろうこれ、なんかケーキみたいなのが、カステラケーキかな、入ってるね。なんかこの辺もクッキーとかシフォンケーキとか、なんかいる。あ、まさかまさかの、いや今まさにこれの話してて、そうそうそう、いやこのバラすごいなってね。バラ持ちのお兄さんですよこれね。ちょっと待って、あんこをバラの形にしてるんで、うん、そのものなんでそのまま食べれるね。これすごい気になってて。もうぜひぜひです。はい、白がココナッツ、白ココナッツ、黄色がきな粉と、黄色きな粉、黒があんこ、黒があんこ、いいな。はい、バラ会議までしっかりもうクオリティを上げて。あ、そっか、バラ会議か。え、でも来年、来年ですね、来年か、そっかそっか。はい、1ヶ月ぐらいあるみたいなんで。おお、あとね、みたらしとかいろいろここはいつも置いてるんで、ぜひよかったね。これもじゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもな。まさかまさかの出会いましたね。じゃあちょっとあのバラ餅は後でやっぱ買って帰ろうね。こういうなんか一口サイズのデザートなんかもあったりして。何この奇跡の食パン、ね、いろいろあるパンが。お弁当がやっぱこの時間すごいな。わ、美味しそう。何このバター牛丼って。
めっちゃ高カロリーじゃん、絶対うまいやつじゃん。チキン南蛮とかさ、ロコモコ、何屋さんこれ、どこのだろう、ね、お弁当も充実。さあじゃあね、あとであのおはぎとか買ってくるんで。あもうね、今バレンタインの1ヶ月前ってことでね、やっぱチョコレートが。さあさあ行きましょう行きましょう。あなんか春っぽい色に変わってきてますね、服なんかも。人が多いからこっちから回ろう。どっちから回っても人多そうだけど、クロスさん、クロスさんもちょっと一回ちゃんと来ないとな。自分枕さん、枕屋さんもここも一回ちゃんと着たいな。あほらやっぱなんか服の感じが春っぽくなってきてる。なんだこれ、血流測定だって。こんなんあるんだ、こんな感じで。あーもうなんかガラッとやっぱ春っぽくなってきたな、まあそれもうちょっとね冬っぽさも残ってはいるんですけど、やっぱそのちょっと薄手のこういうジーンズ系のものとか増えてきてるな。あさあさあでは恒例のニコアンドさん、あやっぱちょっと変わって、うん？変わった？あれ変わってない？もしかして？え、いや変わって、超重ギガだったところが、これなんだ？わかんない。でも絵は超重ギガの人だと思ったんだけど、え、ちょっとわかんない。なんだろう。ちょっとやっぱお正月もう月だし、こういう和柄っぽいのが多いのかな。これ2月になるとちょっとバレンタイン系とかに変わるのかな。いや、やっぱ人が多いな。あ、なにこれ、かわいい。節分だって。節分の鬼のパンツとか。かわいい。あんまりないですよね、節分のものを、そのアイテムみたいなのって。あ、ほらほら、こっちはバレンタインだ。フランフランさん、あ、かわいい。チョコレートの茶色とハートの赤とピンク。これ何？あ、ボトル用スポンジだって。かわいい。なんかちょっと飴玉みたいな形してる。かわいい。やっぱバレンタインだよな。あ、なんか出てる。なんだろうあれ。ワッフル？これなんて読むんだろう。モンリスブランクかな。ワッフルが。美味しそう。
やばいやばい、相棒相棒。あ、待って、相棒のところに誰かいる。あ、あ、相棒、相棒。遠くからだけど新年おめでとう、今年もよろしくね。あ、こっちも。ここのお料理教室は毎回すごいね、人が。結構いろんなもの。バレンタインに渡したいケーキ。ティラミス、ティラミスってバレンタイン？さあ、じゃあちょっとね、去年の最後の動画ではご紹介してなかったんですけど、2階もね、多分変化はそんなにないと思うんですけど、一応行ってみよう。あ、いや、ちょっと待った、少しだけ変わってる。あの文房具屋さんがめっちゃ手前に来た。あっちの奥はね、普通に本屋さんで、メンズ脱毛、まつげエクステ、あ、ここ映えスポット。あれ？待って、ここだったっけ？なんか場所変わった？あれ待って、ここ、こんなんだったっけ？ちょっと変わってる。え、これ去年からかな？これはな、何？結婚式のやつか。こんなんできてた。あ、これは知らなんだわ。あ、でまあここは一帯は SBC ね。あ、こんなもんか。あ、この辺は去年からだったのかな。ちょっとごめんなさい、ここ確認してなかったわ。はい、お2階はそんな感じですね。では再び1階へ。さあ、ではこっちから来たんでね、今度こっちに行こう。こちら側はどうなんだろう、変わったかな。奥がキャンドゥさんでね、マッサージ、保険見直し本舗さん。でこっち、あ、ヴィランズがいなくなったかも。ちょっとなくなった感があるな。さあ、チュチュアンナさんがあって、松本清。こっち側はそんなに変わった様子はないのかな。まあ、この辺はそんなに変わってないな。あの、やっぱりね、こういう衣服系のところからちょっと春っぽさが出てきてますね、うん、ちょっとなんて言うんだろう、薄手のピンクやら白やら。あ、だいたい一周したかな。 あそこのね、部屋着屋さんもかわいいな。あ、エルモ、あ、エルモ、エルモ、あんなところにちっちゃくいる。あ、でもいろいろ変わったな。今何これ、
あ、やっぱなんかちょっと薄手な感じになったかも。さあ、では飲食店コーナー。あ、もちろんね。あ、やっぱお昼時なんでね、四六時中さんなんかは並んでるな、あれ。やっぱ人がすごいな、蕎麦屋さん。おひつさんの方はそんなに並んでないな。今牡蠣メニューだって。そして当然ながらここもね、まだ何になるの、本当に年明けましたよ。結局本当何になるんだろう、あそこ早く知りたいわ。はい、そんな感じでね、駅中ちょっとぐるっと回らせていただきました。じゃあ、ワクワク広場でね、ちょっとあの気になった商品を買って、で今回はねちょっと早いんですが終わりにしたいと思います。はい、なんかいろいろ買ってしまいました、はい、ちょっと食べてる様子もね、あの後で帰ってからちょっとお届けしたいなと思います。ちょっと飲み物買おう、セブンに行こう。はい、いかがだったでしょうか。今年最初のですね、福山駅散歩の様子お届けさせていただきました。やっぱりね、あのちょっと春っぽくなってきたのかな。あとやっぱり来月が、節分だったりバレンタインだったりっていうのもあって、まあ、主にバレンタイン系かな、増えてました ね。2回もね、ちょっと去年の最後の動画でお届けできなかったんですけど、やっぱりちょっと様子が変わってたりして、やっぱり月に1回は来てないとガラッと様子が変わっててね、いや来るたびにちょっと気概があるなっていう感じで撮らせてもらっております。でね、あのまさかの、 あのバラ持ちのお兄さんに遭遇するとは思っておらず、ね、もう勧められたんでいっぱい買っちゃいましたこちらまたあの食べてる様子もね、あのお届けしておりますので、皆さんもね、あのぜひ買ってみてください。あの来年そのバラ会議っていうのかな、っていうのが開催されるので、まあ、そちらに向けてこのバラのクオリティなんかも上げていってるらしいのでね、はい、その出来栄えを皆様ぜひぜひ、目で楽しんで食べて楽しんでしてみてください。はい、それではね、今年最初の福山駅散歩をお届けしました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。この動画面白いと思っていただけましたら、評価グッドボタンの方よろしくお願いします。さらに面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。さらに X、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。